カンバーランド高原とは、北アメリカ大陸の東部に存在する、アパラチア高原の南部のことを指す。カンバーランド高原黄色、カンバーランド山地茶色、アリゲーニ高原赤色、アリゲーニ山地紫色。ただし、カンバーランド高原とアリゲーニ高原の境界は、あくまで歴史的な慣習によるものに過ぎず、明確な境界が存在しているわけではない。カンバーランド高原は、 アメリカ合衆国の南東部の州、すなわち、ケンタッキー州東部、テネシー州中央部、アラバマ州北端部、ジョージア州の北西部の部分にまたがって存在している。北アメリカ大陸東部には北東から南西にアパラチア山脈が連なっているが、この山脈の西部がアパラチア高原である。そして大雑把に言うと、アパラチア高原の北東部がアリゲーニ高原で、 アパラチア高原の南西部がこのカンバーランド高原である。つまり、カンバーランド高原は、アパラチア高原の一部なのである。このアリゲーニ高原とカンバーランド高原という用語は、地質学的な際をもとに呼び分けているのではなく、むしろ歴史的な慣習によって呼び分けているに過ぎない。単なる地元での呼び方の違いに過ぎないと還元することもできる。つまり、 アリゲーニ高原とカンバーランド高原との間には、明確な境界線は存在しないのである。なお、アリゲーニ高原には、アリゲーニ川が流れていて、カンバーランド高原には、カンバーランド川が流れている。カンバーランド高原は堆積岩で形成されている。この堆積岩は、ミシシッピキとペンシルベニア紀に、コアパラチア山脈の西側にあった。 海岸近くで形成されたものだと考えられているところどころに歴岸の混じった砂岩である。これらの堆積岩は、隆起しては侵食され、さらに上に堆積物が積もった状態になっていて、至るところに断層なども見られ、かつてはこの付近で頻繁に地殻変動が起こっていたことを意味する。また、陸地に近い場所で形成されたここの堆積岩の中の一部には、 当時の小宅地で形成されていたデータンなどの植物以外が取り込まれて蓄えられたと見られている。これが長い年月の間に編成して、現在この付近の地下に見られる、歴世室の石炭層となったと考えられている。なお、記述のように、カンバーランド高原とアリゲーニ高原とには、地質学的な際は存在しないので、その地質はアリゲーニ高原川も同じである。 カンバーランド高原の地表はアメリカ合衆国の東海岸側において分断されていない大規模な森が残っている場所となっている。アメリカ合衆国の東海岸側は早くから白人が先住民を追い出して開発が進められていたものの、この辺りは開発の手から免れてきたのである。結果、比較的湿潤な場所に生育する奥やヒッコリーなどの森も残ったし、 比較的乾燥した場所に生育するペインの森なども残った。このため2004年現在、この地域の森林は保護されている。カンバーランド高原はダイセクテッドプラトとして知られている。カンバーランド高原は大石岩の一種の砂岩でできているのだが、この砂岩の層が露出した高さ120メートルほどの絶壁が高原のあちこちに存在する。 カンバーランド高原のケンタッキー州に属する部分は北西方向の標高が低くて南東方向の標高が高い傾向にある。ケンタッキー州のカンバーランド高原には多くの断崖や渓谷や天然橋や幕府が存在する。なお、この付近では60メートルほどの高さを持った断崖などはザラに存在する。また、これら天然の造形物とは別に人工物である。 岩陰遺跡も見られる。テネシー州におけるカンバーランド高原の生誕はハイランドリム、東端はウォールデンリッチウォールデンリッチはアラバマ州にもサガンの高原としてサンドマウンテンプラ島などと名前を変えながら続いている。ただし、ウォールデンリッチとサンドマウンテンプラ島の間にはサクアチバレーが存在していて、これによって ウォールデンリッチとサンドマウンテンプラトーは分断している。AB、オーオンルレポート、ドラキンボレット、DL&VHDL、サステイニングザランドスケープ、A メソッドフォーコンビング、カレントデザイアードフューチャーコンディションズオブフォレスト、イーコシストムズインザノースカンバーランド、プラトーマウンテンズ、オーオンル、TM-2004、314、オークリッチ、ナショナルラボラトリー、 オークリッジ TN, 37ページフィジーグラフックディビジアンスオブザ・カンター・マネス USA ユナイテッドス t ー t ジョバロジェクルサーベイ2007年12月6日、閲覧、ありがとうございます。